本当にいい経験になりました。本当に次のステップに行けるいいヒントをいただいたので、それを無駄にしないように。本当悔しくて、悔しすぎるっす、正直。あの腕の方はどういった状態でしょう。もう分からないです。もう関係ないです。ちょ別に何が起きてるかも別にどうでもいいしたらもう。はあ、悔しいです、本当に悔しい。それしか今本当に頭になくて、すみません。最初、アーセさんのパンチで一回尻餅つかせてから詰め寄ったと思うんですが、そこのそれがダメだったですね。その綺麗に入って自分的にも絶対ちょっと気は飛んでたんですよ、相手ので、そこで自分が焦ってじゃないけど興奮してすぐ行こうとしたのが本当にミステイクだったんで、あそここそ本当に冷静に言っとけば試合の流れは変わってたと思うし、終わってなかったと思う。もう本当にそれだけです。蹴り上げを食らってからっていうのは、あれは全然聞いてなかったです。もう自分でのもうナチュラルハイっていうか、もうテンションっていうか、もう本当にあやべえ倒れたと思って急いじゃったっすね、全てを。所選手はどういう選手でしょうか。素晴らしい選手だと思います。でもしできればすぐにリベンジさせていただきたいなっていうのがすごくあって、はい、もうぜひリベンジさせてほしいです。もう次の試合でもうできれば早くやらせてもらいたいなっていうのが強いです、自分の中で。はい、ありがとうございました。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。まあ、今日一本負けという結果でしたけど、その前にそのスタンドでは右からスイッチして、あ左からスイッチして右を見事に当ててダウンを奪ったわけですけど、そういう意味ではそのスタンドの自分の成長というのも視線の中で感じたということはないでしょうか。そうですね、その平中ジムだったりノリさんに教わったこと全て、まあ全部全て見せたつもりじゃないんですけど、ちょっといいところ出たし体に染みてるなと思ったんですけど、やっぱり総合格闘技全てができてないと意味ないし、習った意味もないし、できた意味もないし、全てを完璧にしないといけないと思うし、悔しいです。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上で終了とさせていただきます。ありがとうございました。最後に写真撮影を。ここ見るこかった、もうえナイス、フィニッシュ、ワンモアディスタン、写真だけお願いします。